はい、それではね、こちらイタリア製の生地になりますね。チェック柄の、ボンディングファブリックっていうね、生地になります。で、この生地の特徴なんですけども、まずね、ボンディングって言って、2枚の生地をね、こう1枚にこう重ね合わせたね、生地なんですね。それがね、こうボンディングっていうね、生地になるんですけども、ちょっとね、見てみましょうか。表がこれね、ウールとポリエステル素材で、まあね、表なので、素材感とかね、こう見た目をね、こううまくこう表現してる。ようなね、感じになりますよね。で、裏がですね、このサラーっとした質感の生地を、こう、使ってるんですよね。はい。なので、表はね、こう、ファッション的に楽しむ。で、裏はね、やっぱりこう、着心地の良さを楽しむっていうね、すごくね、こう、機能的にもね、素晴らしい生地なんですよね。はい。で、これね、ニットまではいかないんですけども、全体的に若干の、本当に若干なんですけども、伸縮性があるので、着た時にもね、すごくこう柔らかい着心地なのでね、特にこの厚みだと、ジャケットとかね、コートとかになるんですけども、すごくね、その辺がね、こう楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい。で、次に、生地のね、厚みいってみましょう。で、生地の厚み、これね、厚手になりますね。やっぱりこう2枚と、1枚と、ごめんなさいね、2枚の生地を1枚にこう重ね合わせてですね、本当にこうジャケットとかコートにね、こう使っていただくようなね、そんな厚みになってますね。ただ、風合いはね、すごくね、こう柔らかいんですよね。イメージで言うと、素材感はね、こう圧縮ウールのようなね、素材感なんですけども、すごくね、こう柔らかい感じなんですよね。なので、まあ、先ほどもね、こう説明したんですけども、まあ、アウターでね、こう、作品作ったとしても、すごくね、こう、着心地、肩回りなんかをすごくね、こう、ストレスフリーでね、使っていただけるんじゃないかなと思います。はい。で、最後に、生地幅ですね。で、生地幅がですね、140センチありますので、容赦ね、余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。はい。以上になります。作品のご紹介をいたします。ジャケットを作ってみました。とてもね、こうよそ行きになるんじゃないかなというぐらい素敵にね、仕上がっております。ね、まずね、ノーカラーになっておりますので、こうインナーもね、合わせやすいし、これからだったらストールとかマフラーともね、合わせやすいんじゃないかなと思います。で、そして前端の方はワンボタンでね、ポイントになっておりますね。こちら開けていただいてもいいし、もう一つね、こう締めていただいてもかっこよく着ることができます。で、裾の方もこうカーブになっているので、こう軽い印象でね、着れるのも嬉しいね、デザインになります。でね、こう後ろもね、素敵なんですよ。こちら後ろはですね、まず襟ぐりのところにこうカーブのラインでヨークの切り替えがあります。で、そこからタックが入っているんです。こちらね、タックなのでゆとりもあって着やすいし、アクセントにもなる、両方嬉しいね、タイプになっております。ね、後ろ姿も素敵ですよね。ね、はい。そして、お袖もこちらはね、ドルマンスリーブになっております。作るのも作りやすいので嬉しいです。ので身頃とお袖が一体型でつながっているので、難しい袖付けなくて、こう袖下からね、脇を縫うだけでお袖ができちゃう、作りやすいタイプになっております。ね、とても素敵にジャケット仕上がっております。ね、ジャケット以外にもコートとかもいいんじゃないかなと思います。でね、今回のこの生地って裏側に当て布というか裏打ちされているんですよね。なので風通しもそんなになくて、こう暖かく着れるんじゃないかなと思います。なので、ジャケット以外もね、やはりコートとかも素敵に仕上がるんじゃないかと思います。是非ね、いろいろなアイテムで作っていただけたらなと思います。